皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、アマプラタイムでございます。amazon プライムビデオで今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。今回はテレビアニメ、しかも NHK で放送されたテレビアニメ、 不思議の海のナディアでございます。もう30年以上前になるんですね。そんなに昔のアニメでしたか。はい。今でも色あせないと思いますよ。はい。映像効果すごいですから。はい。なんといっても、エヴァンゲリオンの庵野の監督が監督ですからね。はい。 まあここから持ってきてるエヴァンゲリンの設定とか結構あるなって私は勝手に思ってるんですけどねはい説明文とりあえず読み上げます時は1889年発明好きの少年ジャンはバンコク博覧会の会場で謎の少女ナディアに出会うナディアに一目惚れしたジャンは ひょんなことから、ナディアと共に冒険へと旅立つことに。ということで。これですね。中学生見れません。<laughs> ちょっとですね。ナディアがセクシーすぎるんですよ。格好が。はい。残念ながら。はい。 残念ながらっていうこともおかしいですけど、ちょっとセクシーすぎるんですよね。ナディアがね、主人公がね。はい。ちょっと中学生見れません。ごめんなさい。はい。高校生だったら見てください。はい。<laughs> はい。これ本当、楽しいアニメですよ。子供、本当は子供も見れるアニメなんです。だって NHK で放送してたんですから。なんで今頃放送コード入れてるんですかって感じですけどね。年齢制限とかね。 テレビで放送してたのにって思いますけど。はい。まあ、とにかく、はい。まあ、過去を舞台とした f f 物語ということで、大変魅力的な作品です。ぜひご覧ください。今すぐ見れます。はい。いやー。 古代文明とかも関わってくるんですよどうですかワクワクしませんかはい。アトランティスとか、どうですか何か引っかかった方、ぜひ第1話見てみてください。はい。あの、これ、1シーズンで終わるんで、そんな長ったらしくないんで、はい。サクッと終わった、あの、何て言うんでしょう。庵野秀明も NHK をお客さんとしたらちゃんと物の作るんだなっていう <laughs> 感じですね。あの人自分勝手にやらせたらダメです、はい。自分勝手にやらせたらとんでもないことになるんで、あの人には制約を設けましょう。はい、ということで、はい。えー、アマプラ万歳ということで、えー、今回の配信は終了とさせていただきたいと思います。それではまた次の配信でお会いいたしましょう。さようなら。